フェアパークはアメリカ合衆国テキサス州ダラスにある公園。園内にはフットボール場、博物館、コンサート場など様々な施設があり、毎年9月末から10月にかけてステートフェアと呼ばれる祭典がここで開催される。コースレイアウト1984年、フェアパーク敷地内の道路を利用した臨時サーキットで F1 アメリカ GP が開催された。 開催した際に35度を超える猛暑の中、路面が荒れて滑りやすくなった。コントロールを失い、コンクリートボールに突っ込むマシンが続出するという大荒れのレースとなった。出走25台のうち完走したのは8台で、13台がマシントラブルを除くアクシデントによるリタイアであった。結局、ダラス GP の開催はこの1回のみとなった。このような状況の中で優勝したのは、 ウィリアムズ・ホンダのケケ・ロズベルグで第2期ホンダの復帰後初勝利を飾った。東公園ではアメリカが衆国初となる商業用モノレール・トレールブレーザーが1956年から1964年まで運行されていた。モノレール自体は解体撤去されたが車両はテキサス州ウィルズ・ポイントにて住居に改装されて残っている。ありがとうございます。